かさかニュースのお時間になりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもご視聴の皆様にまずはチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それでは早速気になるニュースです。米政権、中国37社に禁輸、気球問題に関与も。バイデン政権は9日、安全保障上の懸念がある外国企業のリストに中国企業や研究機関37社、団体を追加したと発表しました。偵察気球関連では中国版 GPS 北斗を開発した企業などを指定しました。はい、はい、ということですが、いやもう本格的にアメリカと中国が喧嘩をし始めたんじゃないかっていうふうに思ってしまいますけど、ちょっと緊張感ありますね。はい、はい、そうですね。この、ま、中国版の GPS というのは北斗ですね、はい、ちょっと気になりますよね、うん、それでは本日のゲストをご紹介いたします。元通訳捜査官で外国人による犯罪や工作活動に見識が深い坂東忠信さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のテーマはこちら、中国版 GPS 北斗の身近に迫る危険ということで、本日はですね、はい、昨日とは少しガラッとお話の内容が変わってまいりまして、はい、ここぞとばかりに坂東さんにお伺いしたいことがたくさん、はいはい、たくさんねありますので、はい、ぜひ、まあ、そもそもその北斗衛星っていうのが何なのかっていうことを、うん、多分皆さんあんまり聞いたことがないと思うんですよね、うん、はい、私たちあの GPS って使ってますよね、はいはい、うん、GPS みんなもうあの使い慣れちゃって、もう地図今いらないような状態ですけども、そうです、ね、GPS っていうのは本来はあのアメリカの軍用で作られたもので、はい、グローバルポジショニングシステムとかってそれの略なんですよ、はい、これが世界のどこでも使える状況だったんですね、はい、でこれを作った時にちょうど湾岸戦争って昔あったんですけども、はい、この戦争の時にピンポイント爆撃っていう言葉がこれが話題になったんですね、はい、あのミサイルが飛んで、それまではミサイルって燃料を入れてボカンと飛ばしたらヒューって自分で飛んでいって、大砲じゃなくて、はい、自分で飛んでいって向こうに落ちるっていうのがちゃんと建物にスポンと当たるようになってると。これ中国共産党がすごいびっくりしましてですね、はい、なんでこんなことができるんだって言ったら、はい、衛星からの電波で誘導してる、衛星でその、自分の位置がこれが分かってると、それでここに行くんだよっていう、その、原理を見つけてですね、はい、これはうちらもやらなきゃいけないと、うん、いうことで始めたんですね、この北斗衛星システムっていうのを作り始めて、はい、最初の画像こちらですね、はい、北斗3号打ち上げに成功というふうに書いてあって、これ2020年、まあ、感染が広まってる真っ只中だったんですけどね、うんうん、この北斗衛星の、現在どこにいるかっていうのを掴むための衛星全部55個上を飛んでいます。その中の35個を使って、残りは補助的に使って地球全体を中国が把握で全部網羅したんです、それまでアメリカの GPS が網羅してたんですけども、それと同じようにもうちょっと高度の高いところでですね、はい、北斗衛星がその55個のうちの35個を使って地球全部をつなぐようになったんです、はい、中国版 GPS って言いますけども、まあ、GPS と完全に違うものですから、はい、中国人がその、アプリとそれから端末、それから衛星、うん、この3つがあれば、どこにいてもGPS に頼らないで、要するにアメリカのシステムに頼らないで、はい、自分がどこにいるかっていうのが分かるようになったんですね、うんうんうん、でこれ習近平これ出てますけども、この時にいかにこれがすごいことかって誰も分かってなかったんですけども、うん、中国の共産党のそのトップの習近平と、はい、この時のナンバー2は、国務院総理の李克強ですね、はい、うん、これ2人がね、このお祝いの式典、この1ヶ月後にあったお祝いの式典に両方出てきたんですよ、うんうん、これトップとナンバー2一緒にいるっていうことはあんまりないことで、はい、一緒にいると狙われたら2人ともやられちゃったらアウトなんで、そうですね、うん、それが2人ともこの式典には出てですね、はい、でもかなり喜んでたみたいなんですね。うん、習近平っていつも喜ばなきゃいけないところなんかブスッとした顔してるんじゃないですか。それが喜んでたらしいんですよ、どういう仕組みかっていうのをちょっとお話しますね、はい、その次の画像をお願いします。 GPS っていうのは送信のみなんですね、うん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 、でどういうやり方で GPS やってるかっていうお話をしますと、はい、3つがあって、うん、3つの衛星が 3つ以上ですよ、本当はいっぱいあるんですけども、はい、これがピコーンっていうこの電波を出す、
このタイミングを完全に一致させた状態でピコーンと出すわけですよ、はい、そうするとあの図の真ん中にいる人に届くまでに、距離が衛星から距離が遠いと時間がかかりますよね、はい、うん、そうするとあの一番最初にピコーンがつくのは、青色の衛星、はい、うん、でその次が緑、その次が赤、うん、はい、うん、これはあの遠いとそのピコーンがつくまでの時間差がありますから、はい、その時間差で3点からここだというふうに分かるわけです、うん、でもたまにあのビルの影なんかにいたりとかするとそのピコーンが届かなかったり弱かったりとかするんで、はい、予備としてもう一個必要になってくるんですね。それがあの日本の場合には導きというのがあって、これは GPS と連動してるんですけども、GPS は発信するだけ、はい、でも中国が独自に考えたのはその右側なんです、はい、なんかちょっと複雑ですね、そうちょっと複雑なんですけども、はい、中国の北斗衛星システムっていうのは衛星は送受信ができるんですよ。GPS は電波出すだけなんですけども、はい、中国は送信してまた受信して中継もできるんですね、うんうん、でこれはやり方が全然逆で、自分が受信するんではなくて、中国の場合にはあの車、特にあのでっかいやつですね、はい、バスであるとか大型バスであるとか、あのトラックであるとか、あと船舶とか、はい、発信機自体が大きいんでですね、はい、それを積めるようなものがあの自分でまずは電波を出すんです、うんうん、そうするとその電波を受け取ったあの赤い輪に接触している衛星が最初に電波を受信する、はい、でその次に電波を受信するのが黄色い輪っかに接触しているやつ、うんうんうん、でその次が下の方の青いあの輪っかに接触している衛星がそれぞれ電波を受信して、はい、その時間差から時間差を受け取った、基地局の方で、あこの電波を発信しているこれは今ここにいるんだなということが分かるんですね、うんうん、で分かるだけでは、把握されるだけではみんな嫌だから、はい、それを改めて衛星を使って車に返してあげて、今あなたはここにいますよっていうか、あの緑色の線の部分はほぼサービスなんですよ。うん、おまけですね、うんうん、でおまけですから、これでやると、トラックであるとかそういったものが今どこにいるのかがこれがつかめると、そういう仕組みなんです。受信だけじゃなくて発信もつけるっていうのは何かメリットがあるんですか？この後に分かってくるんです。なるほど、その時はね、その時はねみんな全然分かんなかったんですけども、これ実際にですねどういった車についてるかっていうと、これ2014年のですね、道路運輸車両動態監督管理法っていうのをこれ中国でできたんですね、2014年に、はいはい、うん、これにはその交通運輸部とか、あと公安部、要するに警察ですね、それからあの国家、国家安全関係の方のですね、国家安全生産監督管理総局とかね、いろんな部署がこう関わって、はい、その法律を交付してたんですけども、はい、車が新品にこう出来上がった時に、出荷前に必ず以下の車には取り付けなさいということで、はい、観光バス、それからチャーターバス、はい、路線バス、うん、危険物運ぶような貨物車両、はい、それから、大型トラック、うん、セミトレーラーとトラクター、うん、こういったものには付けなさいよということなんですね、うん、これらはなんでこういうものに付けなさいよというか、うん、まず、はい、その機械自体、発信機自体がでかいんで、うん、そういうのにしかつかないんですけども、うん、あと暴動を起きるときにみんなトラックとかにバーって乗っちゃいますよね、はい、でどこに何が行くかちゃんと監視してないと、うん、突然北京にいっぱい人を乗せた暴動集団がわーっと来ましたってなったらまずいじゃないですか、ね、そういったところとか、あと他の国から、はい、武器持ってきたりとかすると、うん、これもやばいということ、そういったところもこっちの方から監視できるように、うんうん、発信機をつけて、この発信機は切るなって話なんですよ。でこれ実際にですね、これは2021年の4月の11日にですね、はい、ドライバーさんがこれを切って運転してたのが、はい、検問で捕まって、なんでお前スイッチ切ってんだって、これおかしいじゃねえかって、この車没収だみたいに言われちゃったんですね、そしたらブチ切れて、はい、車没収とかとんでもねえって、お前らが開発してる北斗システムがずれまくってから、こんなの見てたらこっちが事故を起こすだろって言って、ブチ切れて農薬飲んで死んじゃったんですよ。この、まあ、展開が不審ですけどね。そうですね。ちょっとごめんなさい。頭整理できなかったですけど。中国の話なんで、ちょっと展開が不審なところがあるんですけども、ブチ切りと農薬飲んで死んじゃったって言うんですね。うん。うん、でも、それでも、全部これ、電気を、スイッチ切っちゃダメなんです。義務なんですよ。うん。うん、そこまでしてやるっていうことは、やっぱり、これは、管理するために、監視するために、やっぱり必要なシステムではあるんですけどもね。うん、で、問題は、2番目の画像をお願いします。
じゃあ個人の端末把握されてるかって話なんですよね。そうですね、うん、これちょっと気になりますよね、はい、うん、まずこれですね、実は、ある政治家の先生はですね、あ、まあ、言っちゃった方がいいかなあの今あの、自民党でちょっと議席を失ってるんですけども、はい、長尾隆先生がですね、私がこのお話をしたら、うん、それ大変な話ではないのかと、じゃ あ, あの、官僚を集めるから坂東さんちょっといろいろ聞いてみようよっていう話になりまして、うん、はい、各省庁の北斗衛星に関する、その省庁がみんな集まりましてですね、はい、全部で8つか10個ぐらい 10箇所ぐらい集まって、はい、その官僚の皆さんダーッと来たんですよ、はい、でもそれぞれの官僚の皆さんに私から聞いてみたら、うん、それぞれの部署に関係あることしかやっぱり把握してなかったんですね。あ、縦割りですからね、うん、でその中で判明したのはまずまあ、その後どんどんこれは話が向こうも開発にね、いろんなその位置情報を確かめるっていうのはこれスパイ活動でも必要な話になってきますからね、うん、はい、そういうところにこれが生かされるようになってきたんですね、うんうんうん、で、中華端末を使ってる場合ですよ問題は、うんうん、中国の端末を使ってる要するにファーウェイとかですね、今アメリカが禁止すると言ってるようなものを使ってたら、はい、これがどうなのかということなんですけども、今みんなお金ないですからね、うん、でどうしてもファーウェイとか安く出てるわけですよ。日本の会社で自社のホームページで5割引きとかって出してるって見たことないでしょ、うん、あっちの方は自社のホームページで5割引きで出すんですよ。日本でちょっと考えられない売り方なんですけども、はい、でかなり安くなってるんですね。で、中華端末を使って、はい、いやこっちの方が安いからって言って買った段階でどうなると思います？もうそれは通信つながる、つながる以前に、はい、買った段階でユーザーとしてお店で記入しますよね、いろいろ、はい、うん、その段階で氏名と住所とそこ電話番号、うん、あと何かあった時にメールとかってメールアドレス、うん、端末の割り振られた端末の携帯の番号、はい、この情報はお店を通じてその後どっか行っちゃいますよね、うん、ファーウェイ売ってるお店ですからね、うんうん、ファーウェイに限らず中国製のその携帯端末を売ってるお店に買った段階で自分で書いてそれ提出しちゃってるわけですよ、はい、うん、ということはその電話が誰が使ってるか分かっちゃいますよね、うんうん、それでさらにこの電話引き落としにすると毎回楽なんで銀行口座お願いしますって書きますよね、はい、自分の財産のありかまで書いちゃうわけですよ、はい、それを把握まずされると、まずつなぐ前からもうその状態ですからね、そうですね、うん、はい、でこれつないで、今度はそこからやると、今度北斗衛星システムのその衛星とこれつながる元がもう入ってます、はい、うん、最初から、うんうん、そういうふうにチップとアプリこれ入ってますんで、衛星とチップとアプリこの3つがあればこれ通信できるわけですから、はい、うん、じゃあ後半はですね、うん、どういうふうになどういう仕組みでこれが私たちの身近に迫っているかというところをですね、うん、またお伝えしてまいりたいと思います、はいはい、ありがとうございます、それでは後半は当院の皆様はこのまま無料でご視聴が可能となります。当院でない方は恐れ入りますがニコニコ動画の方にご移動をお願いいたします。詳しくは概要欄をご覧になってください。それでは引き続き後半も坂東さんにこの北斗のことについてお伺いしていきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。